スーパーニュース。続いてはこれ見て石本さんです。はい、華やかな姿が印象的な日本のおもてなしの象徴舞妓さん、本当に綺麗ですよね。しかし日本の伝統文化を守るためにその裏側には並々ならぬ苦労があります。知られざる舞台裏に密着しました。これ見てください。京都のおもてなしの花といえば日本の文化、舞妓さん。現在京都の舞妓さんの数はおよそ70人。一時期よりは減っているものの、希望者は後を絶たないといいます。辛抱ができる子もありますし、縁がない子はそういうことでもうやめてしまいますね。こちらの部屋に今回これ見て班はその知られざる舞妓さんの舞台裏を取材しました。この日晴れて憧れの舞妓デビューを果たす一人の少女が。緊張した面持ちの彼女はタカさん、16歳です。熊本出身の彼女は憧れの舞妓さんになるため中学を卒業後すぐにこの世界の門を叩き、1年半の修行を経てデビューの日を迎えました。一番にやっぱり嬉しいっていうのがあって、あとみんなうちのためにいろいろしてくれはって気持ちに応えられるように頑張らなあかんなって思います。デビューを祝う目録がずらりと並び、期待の大きさが伺えます。舞妓さんは20歳くらいまでの女性に限られているため、多くはタカさんのように中学を卒業してすぐにこの道に入ります。そして置屋と呼ばれるところに席を置き、およそ1年修行を積みます。その間、衣食住すべての面倒を見るのは置屋のおかみさん。もうね、今日の日は特別ですね。もういよいよやなと、いよいよやなっていうような気持ちはありますね。うん、いつもニコニコ。うん、ニコニコしとかなきゃいけないよ。分かった？うんってしとったらいいな。新たな舞妓の誕生。そして置屋の外には舞妓さんのデビューを一目見ようと多くの方が集まっています。そう、修行中からタカさんをよく知るお座敷の常連さんたちが今か今かと心待ちにしていたのです。どちらから今日？今日は相模原です。一生に一回の記念すべきでしょ。だからやっぱりね、見ておきたいし。私もしごみさんの時から知ってますので、やっぱり若い人の成長をやっぱり見と届けたいというか、応援したいという気持ちで。中には I'm from England。大きいカメラですね、ビッグサイズカメラ。そうですね。長い、ロング。そうそうそう。こうした海外からの注目度アップに一役買っているのは、海外にも日本のおもてなしの心を発信している舞妓クラブが立ち上げたホームページ。ネットを通じて国内外に舞妓さんの魅力を伝え続けている彼らは、この日のデビューにもこうして密着取材。これ見て班も同行させてもらいました。まあ私どものそのちっちゃなホームページに関しても、まあ、BBC 放送とか、まあ、公的なところから、それから反響の、お便り、そういうのがすごい来てますからびっくりしてます。いよいよタカさん、ファンに囲まれながら挨拶回りスタートです。タカさんのお店出しです。お頼もうします。お座敷でお世話になるお店、お茶屋さんを一軒一軒訪ねます。ファンも一緒に大移動する中、彼女をじっと見つめる一人の女性が、タカさんのお母さんです。
晴れ姿を一目見ようと熊本から来ていたのです。手塩にかけた娘さんをふるさとから送り出した母の思いは、自分の娘みたいな綺麗ですね本当なんか見違える感じに大きく成長したと思います。はんなりしてて優しくていつもにこやかで、みんながちゃんとこう想像している理想の舞妓さんになりたいと思います舞妓の夢をつかんだ瞬間、しかし本当の修行はここから始まるのです。こちらのお部屋では今まさに舞妓さんのお稽古の真っ最中です。おかみさんと二人三脚でお稽古に励むのは、横浜出身で舞妓になって1年の梅知恵さん、18歳です。何してんの、何してんの、その格好はありません。こうしたら、こうしたら、1、2、ドン、パッとちゃうの、はぁ、ちゃうの、はぁ、そうなんだ、はい。お座敷のない時間も舞妓さんはこうして踊りのほか、三味線やお茶など数々の稽古に励みます。舞妓さんはあくまでも芸妓さんになるための通過点、日々さまざまな修行を積み芸を磨いているのです。そうですね、大変なんですけどでもすごい楽しいです。楽しい、おかみさんどうです楽しい、私楽しくないでしょ楽しいって、まあまあ、ね、こうしてね、言うてくれるだけ頑張ってできるということですしね、ちょっとお手伝いをさせてもらったら、いいと思いますね。一人前の芸妓になるためには日常生活も修行の場です。稽古を終えた束の間の休憩時間ですが、なぜか喫茶店へ入るのもおかみさんと一緒。舞妓さんが勝手に、例えば喫茶店行こうかとか、そんなん飽きまへんね。何もかも全部この上から下まで全部あの私が面倒見てますね。そう、おかみさんに全ての面倒を見てもらっている舞妓さんはお財布を持っていないため一人では行動しません。その上、行くお店も限られます。こうやって日本髪を言うて格好させてもらってる時に、あまりコンビニエンスストア入ったらあかんということになってますね。舞妓さんです。18歳のお年頃だというのにコンビニエンスストアやファストフード店にも入れません。その暮らしぶりもまた、梅知恵さんのお部屋は沖屋の一室、ここに住み込みで働いています。とはいえ今時の18歳ともなれば部屋ではメールや電話くらいはしているものと思いきや、携帯電話も禁止です。電話したいなと思う時もありますけど、頑張らなあかんなって思いますね夕方になるとお座敷の準備、お化粧はすべて舞妓さん本人がします。中でも唇には舞妓さんならではのある秘密が。ようやくこの間で1年経って上辺にも塗れるようになりました。あ、そうなんですか。そう、舞妓さんは1年経って初めて上唇にも紅を塗ることができるんだそうです。それまでは下紅のみ。さらに舞妓さんの髪はカツラではなく自前、美容院でセットできるのも1週間に1度だけです。そのため寝るときはセットが乱れないよう専用の高枕を使用。24時間決して気が抜けないのです。目指すのは究極のおもてなし。お座敷ではお客さんに気持ちの良いひとときを過ごしてもらうことに専念します。これですか。あ、はい、ありがとうございます。元からすみません。いやいや、厳しい日常に耐えられるのも一人前の芸妓になるため。
この日は芸妓さんとして活躍している先輩の梅近さんもお座敷に登場。とってありましたよ。芸妓班って嫌やね、なんか暑がりの芸妓班って。暑がりの芸妓班。夫婦言うてこう夫婦。梅千恵さんにとってはまさに生きたお手本。お客さんとの会話だけでなく芸もまた。お座敷はこうして間近でお手本を感じることのできる貴重な時間なのです。やっぱり姉さんすごいなと思って、うちまだまだやなと思いました。時間があまりにもあっという間、夢のような時間を過ごしました。日本女性のおもてなしの心っていうのを学ぶことができて、なんか、いい経験ができたなと。その芸と笑顔で人々を魅了する舞妓さん。ほんまに夢やった職業を境にこれからも頑張って続けられたらなって思います。はい、華やかな世界を支える厳しい日常、知られざるその舞台裏でこそ日本のおもてなしは磨かれていました。オバマ大統領の前に立つこの男性。